ぜひ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 お待ちしてます。なんか久々に今日は公園に出たんですけど、やっぱり ST の曲いい歌詞だなって思ったし、なんか曲の一個一個が普段は感じないところで、あ、この歌詞すごい今の自分に刺さるとか、なんか普段思うところじゃないところで感じたりしました。こんばんは。そうで、改めてステージに立つことの喜びを感じた一日でした。もう本当に楽しくて、今日もう本当に私は公演がやりたくて ST 入ったから、こうやって公演に立って、公演に出て可愛い衣装着てファンの皆さんの前でパフォーマンスさせてもらって、いっぱいコールしてもらったりして、すごく幸せを感じた一日でした。もうまた早く公演したいです。本当に楽しかった。心の底から公演を求めている公演を求めているんだ。いやもうね、なんか体の使い方がいつもと違くって、なんか分かんないけど、なんか言い過ぎじゃないまた言い過ぎだった。何がどうかは説明できないんですけど、なんかすごく今日身軽に感じて、なんかって言っちゃった。また、そう、明日は東京でフェスがあるので、そう、昼公演は髪型アイコンに何がいいかなって言ったら、サイドポニーって言われたからサイドポニーして、夜がアイコンの卒業なのにアイコンのリクエストを夜にしないっていうね、夜はお団子にしました。お団子です。え、喉ね、今日スモークでやられちゃった。私スモークで喉やられるんですよ。今日いつもよりさ、スモークが5倍ぐらい出てて、スモーク吸いまくっちゃった。ライブ終わった後喉がちょっとやばかったんで、今あれ舐めてます。これ舐めてる。そう、スモークすごかったです。しかもさ、1曲目でスモーク出てくるんだけど、1曲目が私一番上手の一番最高列のところにいるから、一番スモークが当たる場所なんですね。だからよりね、スモーク吸っちゃっていっぱいやられた。マネージャーさんにさ、広島で整体のクリニックないですかって、もう会うたびに聞いてるけどわからないって言われて、もうずっと困ってる。もし広島で整体のおすすめの、整体って喉のね、声の方の整体のいい病院とかクリニックとかあったらぜひ教えてください。東京にはねあるんだけどね。そう、求めています。情報を求め、早く治したいし、このなんか治らない感じで長くやると長引きそうだから、怖くて困っております。そうなの、完治させたいのよ。結構出るようになったけどね。こんばんは。そう、早く万全な状態に戻りたいなって思ってます。明日の髪型どうしようかな。今日サイドポニーしちゃった。明日しようと思ったけど今日しちゃったっけ。明日悩み中です。明日も2期生です。2期生6人です。なんかさ、昨日レッスンしたんだけど、いや、なんか道義いいなと思って、改めてこういろんなね経験を5年共にしてきて、同期と過ごしてきた時間がどんどん濃くになるにつれて、
同期っていいなって思います。同期最高やなって。お見送り、あ、ありがとうね。今日お見送りがさ、なんかライティングがすごくて、ファンの皆さんの顔がもう光すごくて、最初こうやって見てたんですよ。でも慣れてきたからいけると思ったけど、途中からまた光がなんかすごくて、こうすごいみんな照らされてたよ、顔が。逆光でした。だからこうやって一生懸命見てた。え、そう、美白本当に照らされとった。しかも今日結構爪爪だったよね。ね、一人一人の感覚狭くて、一人と喋ったらすぐもうああってなっちゃいました。輝いてたよみんな。そうなの。その好きはゴイジのインク来ました。ちょっと見返すの楽しみです。緊張しました。夜公演サラちゃんがいたから、オリメンだから、サラちゃん初めて自分の夏好きを見てもらうっていうのでちょっと緊張した。どうだったかな。お見送りありがとうございました。こちらこそありがとう。今日ね、私いつも隣は川又か工藤とかなんですよ、隣お見送りの名前順で。も今日初めて鎖骨で、尾崎からの鎖骨ってすごくない？家業誰もいなくて、愛子が卒業だから一番最後にいて、莉子ちゃんお見送り出なかったからいなくて、初めて鎖骨の横でお見送りでした。びっくりしちゃう。岡村尾崎鎖骨だった。驚きですよ。そう、あ、うなちゃん久々に会えた。うなと公園出るのは3ヶ月ぶりとからしいです。そう、ゆなやなも今日は愛子の卒業ブロックで来てくれてました。あと引っ越しましたっていう AKB さんの公演曲を初めて披露しました。じゃんじゃじゃんじゃじゃじゃんじゃんじゃんじゃ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 んじゃじゃ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 んじゃ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 んじゃん。そう、引っ越しましたね。キャンディーあるじゃん、 AKB さんのチーム B のキャンディー。キャンディー私今までポップな曲やなと思ってたんよ。キャンディーってなんかポップなイメージあるし、衣装も結構カラフルだし可愛いポップな曲やなと思ったけど、今日莉子ちゃんの MC 聞いてて、わあ、なんかすごい深いなと思った。キャンディーの見方が変わりました。ね、今までそういう見方をしてなかった分、よりこれからキャンディーを聞くときはしっかり歌詞を噛みしめて聞くと思う。めちゃめちゃに良かった。トリケラトプスのキャンディー、明日の12時から、あ、違う、明日もう、あれ DMM のさ、アーカイブってさ、なんか変わったんだっけ。12時からじゃなくなったんだっけ。12時からだっけ。アーカイブ配信もあるのでぜひ見てください。12時からか。じゃあお昼の12時からご覧ください。見てね、見てけろ。私のお母さんも見てくれてた。お母さんは DMM の月額会員だから今日見てくれてました。今日はアフタートーク昼も夜も出させてもらいました。本当にもうリオツンのファンの皆様、おかり推しの皆様、本当にありがとうございます。お邪魔しました。緊張して、ちょっと待ったが久々すぎて緊張して早かったかもしれん。緊張しちゃいました。ね、もうちょっと泳がせるべきだった早かったよね。超早かったです。アフタートークは
大体その生誕祭、生誕セレモニーとかの時の人が出ますね。そう、私がちょっと待った係のアピが、ケーキとお手紙係で、そう、幸子は花束係だったんですよ。そのメンバー、夜は2期生全員、なんか全員、なんかさ、今日愛子がさ2期生全員来てくれましたっ ってみんなおおみたいになってたじゃん、客席が。全員っていうのは今在籍してる2期全員ってことでした。あの美穂とかアナとかみもちゃんとかはありません。みんななんかちょっとゾワゾワしてて、そう違うよってなってた。そうです、13人でした。え、そうだよね、みんな期待してると思ってちょっと出て行きづらかったもん。出て行けないよと思って、しかもさ昨日の配信のコメントとかでもさ、あやぱん来るかなとか書いてあったからさ、来ないよと思って。そう、またいつかだね。こんばんは、明日も頑張ります。明日は移動中に個人ファンクラブの動画作りをしたいなと思ってます。そういうの久々会えた、嬉しい。こんばんは。お、カフェのコラボメニュー美味しかった。いいな、私も飲みたかった、あの水色のドリンクみたいなやつ。水色、明日のステージはどっちが遅い、下手かな。うん、下手ですね。下です。下、もう1曲目から下にいます。うん、本当に下かも。よろしくお願いいたします。あ、高崎有子もありがとう。高崎有子でした。この前は高崎舞子だったんだけど、マイケルさんで、今日は高崎有子でした。わー、のえみのグッズ買おうと思ったらチケットないと買えないシステムだった。そうなの。カニさん萌子さんのうちは欲しかったな、私も。カニさん萌子さんのうちはめっちゃ可愛いんですよ、めちゃめちゃね。アリコね、アイコと最後のステージってなんか実感湧かないまま終わった。でもなんか寂しくなっちゃって、なんかね、あのね、最後手つないで挨拶するんですけど、こうやってありがとうございましたって頭下げた時に感情が大爆発して、愛子ありがとうって言ったよ。そしたらみんな言い出して、多分さ聞こえとったんかな、客席にも、わかんないけど地声でありがとうってお辞儀したままずっと喋ってて、でも実はああいうお辞儀って真ん中から順番に起き上がるシステムなんですよ。そういうルールなのね、 STU だけかもしれないけど。真ん中が愛子だから、愛子が起き上がらないことには誰も上がれないから、真ん中でうちらはありがとうとかやって感動を分かち合ってるけど、端の子たちは何も聞こえてないから長いなって多分思ったんですよ。絶対にあれ全然上がんないなと思ってたと思うんだけど、そう、愛子との時間をかみしめておりました。聞こえとったんかな、でも最善の方は絶対聞こえてるとは思う。もうすごい、マイクに入ってた、嘘。ああ。そうなんです、もうね、でも愛子への気持ちは
X の投稿に投稿と ALT の方に書きましたのでメールもさ2期生でそうやって話し合い、あの5周年コンサートに向けての話とかしてて、あのまた明日改めて送ろうと思います。 X とメールの投稿1個ずつでちょっと精一杯だった、汗汗しちゃって時間が来ちゃいました。配信でもかすかに乗ってた。じゃあ明日聞いてみる。ありがとう、見てくれて。配信でも でもパンちゃんに会いたくなった。今日の卒業公演で、もう私のパンちゃんロスがまた進みました。私はパンちゃんに会いたくて会いたくて毎日を生きてる。早くパンちゃんに会わせてください。年内は厳しいと思うから、もう年越しパンちゃんします。パンちゃん2025でよろしく。早く会いたい。うん、震えてる。会いたくて会いたくて震えてます。パン、そう、今日のリンコからの手紙を聞いてて、私にとってはパンちゃんがそういう存在やなとか思って聞いてたな。パンちゃんに会いたいと思って聞いた。あ、いいな、2人のリンコとアイコの関係性。なんかね、リンコとは PR 舞台とかで一緒だったけど、それまで本当にさ関わることなかったから、話す機会もなかったし、お仕事で一緒になることもなかったから、 PR 舞台期間とかも、 PR 舞台になる前もアイコとリンコの仲の良さすごいなってずっと思ってて、だからやっぱりお互いの弱い部分を見せ合ってたりとか支え合ってる関係素敵やなと思ってお手紙聞いてて、あ、パンちゃんになりたいってなってた最終的に。あ、パンコパンコってなってましたね。いい関係や。パンパパン、そう、自分の生誕楽しみ。え、ちょっとさ、暗闇の感想、あれはもう涙が出ちゃうから緊張する。初めて暗闇の感想でパセリコールを聞けるですよ、多分みんなが言ってくれたら。いやー、ね、あと船折りの感想、違う、感想じゃない、船折りの、あ、感想か、ん、船折りもなんかあるよね。あ、落ちサビだ。船折りの落ちサビと暗闇の感想でパセリコールいっぱい聞きたいです。初なんです。いやー、そう、緊張しちゃう。久々に会場で見られました。ありがとう、本当にみんなにお見送りされてたみんなが名前呼んでたね。今日はレッスンありがとうございました。こちらこそありがとう。久々にアイドルできて本当に幸せをかみしめてました。もうね、毎日公演したいです。うん、もう私はステージが楽しくて仕方ないなって思った。本当にもうね、もう足の爪の先から髪の毛の頭の、髪の毛の頭じゃない、頭の髪の毛の毛先まで、もう全てがもう最高って感じてた。もうね、私はここで生きていくんだって思いました。舞台で1ヶ月公演とかイベントも出れなかったから、より恋しくて公演とかステージが、だからもう本当念願で、ずっとさ、私さ定期的におはようツイートでさ、早く歌って踊りたいって書いてましたよね。でも無意識なんです。別に何かを訴えてたわけじゃなくて、普通に起きて書くのね、あれで。起きてその時の感情を書くんよ。今日とかはベッドから出れませんとか、そういうの書くんだけど、気づいたらあれみたいな、私この前もこの投稿したなっていうのがあって、
早く歌って踊りたいって書いてて、そう、いやもう本当に楽しいステージ立つことが、いやもうでもね、やっぱさ後輩とか同期とか先輩とかいろんな人のパフォーマンスとか見てさ、自分まだまだできてないことたくさんだなと思って悩むこともめっちゃあるんですよ。今日とかもわーメンバーみんな可愛いとか、あーパフォーマンス全然追いつけないとか悔しいなって思うこともあるけど、それも含めてなんか自分のちょっとした成長とかも感じられたりして、日々の公演がすごく楽しくて、本当に本当に本当に楽しくて、まだまだこの場所にいたいって思ってるからちょっとこれからね、同い年の愛子が卒業して、私が最年長ですけど、まだまだいさせてほしいです。いさせてください、ちょっとまだ居座らせてください。あのおつぼねにはなりませんので意地悪とかもしないですしみんなにあのペコペコ生きてますのでこれからもよろしくお願いします。まだまだ痛いです。 OK だってありがとう。まだまだいます、本当に楽しかった。泣いちゃってて申し訳ない。いやいいんだよ、卒業公演はもう泣いてなんぼなんだからね、いっぱい泣いて、だってこれまでの思い出も蘇ってくるでしょう。福ちゃんはパセリは卒業する気配が全くないって言ってた。 何どういう話したのアカリエさん、何いつどこで言ってたんですかそんなこと、何なんですかそうだよ、ちょっとお水タイムしますね。水タイム、まだまだ見てたい、まだまだ見ててよ、他に目移りするんじゃないよ。あかりんさんね、パセリが短くしたのを見てね、短いの可愛いと思って髪切ったんだって、可愛すぎ。でも私は逆にね、あかりんさんの写真見てね、わ髪長い方がやっぱ最高や、アイドルいいわと思って今伸ばしとるから。しかも私さ、切りたくて切ったわけじゃなくてさ、ちょっと毛先切りに行ったらまさかのここまで、胸って言ったらここまで切られちゃったパターンだからさ、切る意思なく切ってるわけですよ。だから私は本当伸ばしたい伸ばしたいと思ったけど、あかりんさんがパセリの髪切ったあの写真とか見ていいと思ってって言ってくれて、そうなんか元気になれた、嬉しいね。今日髪型新鮮でしたよね、みんなみんな、ゆきりかの髪型とかもりこちゃんの髪とかも、あの愛子のセレモニーのために新芽になってる感じとか、あかりんさんのおろしストレートとかね、いけこのストレートヘアとか、みんないろいろ新鮮な髪型だった。胸がどこまでか、え、ここに胸はないでしょ、胸元までって言ったらもうここでしょここまで切られたけど、ここにはないよ、人によるとはいえ。引っ越しました、感動しました、いいよね。私さ、愛子の選曲すごく好きで、引っ越しましたとか夜風の仕業とか、なんか初期の頃から頻繁に歌ってるイメージがあるんですよ、愛子が。だからね、あ、やっぱ愛子の歌声素敵やなと思って聞いてました、うん、やっぱねいいよね愛子ね、ずっと歌ってほしいな。髪ほどいていいですか、引っ張られて痛くなっちゃった。ユナのほらありがとう、いやー全然、いやもうね3期生は今さ、NMB さんの公演のやつとかさ、いろいろ覚えることもたくさんある中じゃないですか。そんな中花だれ公演も覚えてくれてね、こうやって一緒ずれて、ユーナはね
ノイミーさんが好きっていう共通点あるから、私結構喋りかけちゃうんですよ。しかも毎回ノイミーさんの話しちゃって、今日もそれで話しかけちゃって、わーなんかもう面倒くさがられてないかなと思って、わまた来たよって思われてそうで申し訳ないけど、今度一緒に DVD 鑑賞会とかしようねって言ってみた。仲良くなりたいんだよね、もっと3期生と。 2.5 期もやけど、ね、なんかすごい髪型になった。こんばんは。すごくね、頑張ってましたね。何本あるかな、ヘアピン。今んとこ1、2、3、4、5、6、今6本抜いた。夜のお見送りで昼間じゃなきゃ出てくれて嬉しいってなった。わあありがとう、ほんと来てくれてありがとうね。昼夜とポセイのことは見つけてくれたかな、16人の中から。それこそありがとうだよ、そんなお礼も伝えてくれて。そう、サイドポニー昼して夜はそのままお団子してもらいました。こんばんは。昼と夜ね、全然違う盛り上がりで、それぞれ素敵な公演だったな。なんか出てる側が素敵な公演とか言うのはちょっと申し訳ないけどさ、なんか2人の卒業と生誕となんか愛にあふれた素敵な空間だったなと思って、そんな場所に一緒に出させてもらってすごく幸せでしたね。1ヶ月以上ぶりの公演だったし、個人的には STU のことが好きだなと思った1日でした。あと2期生もみんな愛おしいなと思って、みんな個性豊かでさ可愛いなと思って嬉しい気持ちになりました。ヘアゴムは2本コースかもしれない。これ気づいてくれてびっくりした。わかるよ、わかりますよね。でもアイコまだまだまだ来週まだいてくれるけ、まだ会えると思ったらちょっと気持ちが落ち着く。もう会えないってなったら寂しいけど、まだ会えるけん。よし、明日はもうどうしよう髪の毛。ヘアピン、今日のヘアピンの本数は1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、13本でした。13本とヘアゴム2個でした。2個、そう13だったよ。あ、明日の19時から、そうです、舞台の初日の映像が公開されますね、ついに。ひゃーひゃー、ついに公開されますよ。めっちゃ緊張するんやけど、今日のお見送りでもめっちゃ「おかえり」って言ってもらって嬉しかった。なんかもう「ああ帰ってきた」ってなった、実感が湧いた、嬉しかった。「おかえり」って言ってくれた方ありがとうございました。本当に噛みしめたよ、いっぱいロックしたよ、ロックロック。うん、おかえりって言ってもらえたからやっと帰ってきた、時間が空いた、イエーイ。ロック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 、楽
楽しかったかと。ただいまだよね。でもさ1週間前とかでしょ。嘘みたい。もうなんか帰ってきてからの日々がなんか毎日充実だったから、いろ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 エステのお仕事で充実した1週間だったから、で帰ってきて荷造り、荷造りじゃない、荷ほどきにも追われてて、なんかあっという間すぎて、すごいもう1週間、濃かったなって思います。毎日眠たく、眠たい眠たいって言って生きてる。ただいまって言ってくれてありがとうございました。もうただいまっていい言葉よね。おかえりとかただいまとか。みほづきはもう無事に終わりました。やっと全部の洗濯物が終わった。やっとですよ、やっとこそですよ。みほづき昨日ぐらい終わったかな。なんかね、洗濯向こうでしてきたけど、ホテルのね、匂いとかがついてて、ちょっと気になっちゃって、それを一緒に収納するとさ、全部の服についちゃうなと思って、全部洗濯してたら、毎日3回の洗濯生活も終わりですよ。もう柔軟剤とかなくなっちゃったもんね。買わなきゃいけん。こんばんは。やっほー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 。もう髪型悩む。なんかさ、ここの頭皮が引っ張られすぎて、どん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 さ頭皮が見えてきててやばい。サイドポニー、ほらこっちよりもこっち、サイドポニーでこっち引っ張るからだよ。うわー、アイドルあるあるや、アイドルあるある、頭皮が引っ張られてどん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 大変なことになっちゃう。同じです、やめて。同じです。共感者いたんだけど、アイドルですか。見たなこれ、どうにかできんかね、やばいんだけど。いいやん、ロックな髪型、ボサボサすぎるよね。明日の髪型ちょっと悩みますね。どうしよう、どうしたいの。ちょっと髪型のレパートリー、あ、それどうなるしよう。これ今のやつ、もうこれで出るならもう今日お風呂入れんよ。ロックロック、なんか膝のさ傷とかもひどくてさ、皮膚科行こうかなって思っとるから、ついでにここを見てもらうかな。皮膚科でいいのかな、これ髪の毛が。なんか今日はヘアムースみたいなやつで結んでもらったけん、いつもより髪がほどいた後ゴワゴワしとる。今日はシャンプーいっぱいしなきゃ、ゴワついてます。みーメイクさんにもね、え、パセリちゃんこんな髪短かったっけって言われて、違うんですよ、切る予定なかったんですけど短くなったんですよって言ったんだけどさ、今思ったら全然先週舞台終わった次の日とかもそのメイクさんと会ってたんですよね。なのに今日あれ、パセリちゃん髪切ったって言われて、あれもしかして2人いますか、そのメイクさん双子で切り盛りしてる。今日はありがとうございました。こちらこそありがとう、ペンライトありがとうございます。本当に明日福田さんファミ、え、さやも言ってた、明日さやもだよね。ね、みんな明日も頑張ろう。2期生の6人とフェス
です。明日6人じゃない、5人だね、私含めて6人で、ヤンとアカリンさん。わー多忙じゃん、みんな頑張るね。移動中喉やらないようにちゃんと保湿マスクつけてくしね。さすがに加湿器は使えんよな、新幹線でね。なんか煙が出てたら危ないもんね。あそこの席から煙出てますって思われちゃうから使えんからな。楽屋で使おうこの加湿器は。4も使っとこう。ピュン。加湿加湿。いいでしょこれ。加湿加湿。あれなんかうまくつかん。なんか止まる一回一回。なんでよ。ダブルクリックしてくださいって書いてある。せーの、カチカチ。出るじゃん。あ、いけた。いけました。お騒がせしました。出たり止まったりするバージョンもあるの。ダブルクリックして、ダブルクリックの後もう一回クリックしたら、ビューッ止まる。ビュー止まるっていうモードになるんですよ。それになってた、ずっとちょっと不調でした。ふーん。え、新幹線止まったの今日。え、明日も心配や。明日の持ち物むずい。てかもう今ね、物欲がすごくて、あれ欲しいこれ欲しいが多すぎて困っとる。やばい。そのタイミングでブラックフライデーあるけんさ、ピンチですよ。ブラックフライデーで買いたいものはイヤホンです。今2000円ぐらいのワイヤレスイヤホンなんやけど、すぐ充電切れるんよ。新幹線移動でその同じイヤホンを2個使っとるのね。それでも足りないの、4時間。充電がすぐなくなって、でこの前もお仕事のとこで音楽聴こうと思ってイヤホン出したら充電切れとったから、ちょっとちゃんといいやつを買って充電持たせた方がいいなと思ったから、ちょっと狙ってます、ブラックフライデーで。あとはね、この前服屋さん行ったらめっちゃ可愛いバッグだったよ。結構いい感じのお値段して、世間的に見たら全然あのプチプラなんだけど、私があの財布の紐がアイス以外に対して硬いんですよ。だからね困ってる。テレビを買い替えようと思って、めっちゃいいじゃん。うわ、私もテレビ欲しいな。今のテレビねいいけど、今テレビでもいいけど、テレビ買い替えるってなんか大人だな。かっけえっす。レンズ、あ、カメラの、そりゃもう大変じゃん。いやでもご褒美だよ、自分へのね。フレンドパークみたいにダンスで欲しいもの当てたい。いや私もそれやりたい、それやりたいです。お願いします、ください、その権利を。パージェロパージェロ。あとね、 iPhone も、 iPhone さ、あの設定のところからフル充電で何パーまでできるかみたいな見れるじゃないですか。私の今のこの使ってる iPhone がフルで充電しても78しかたまらないっぽくて、買い替え時なんよね。めっちゃもうめっちゃ買い替え時ってのは分かってるんよ、ずっと前からそうなんよ、分かってるんですけど、行くタイミングを逃してて。そう、今って
舞台中は絶対行けないなと思って、向こうでさ一人で暮らしてるのに、そのアップデート中とかスマホ使えないじゃん。で緊急の連絡とか来たら対応できないと思って、舞台中は無理やなって諦めてたよね。で帰ってきたらしようと思ったけど、レッスンとかの動画が日に日に増えていくわけよ、資料とかが。全部をバックアップしてもなんか漏れがありそうで怖くて、そう、しかも何かとやることがあってさ、携帯ショップに行く時間が取れてないっていうのもあったりして、そうなの。でも買い替え時なんですよね。でも充電が78しかたまらないのは結構死活問題だから、そうやっぱね、スマホでいろいろ SNS も写真撮ったりとかも立ち位置見たり、何でもかんでもスマホでやらないといけない活動だから、買い替え時なんですけどね、分かってるんですけどね。そう、今までは80何歩とかだったんやけど、初めて80切ったんよ。だからやばいと思って結構焦りです。欲しいものありすぎて困る、本当に。どうしたらいいんだ、絶対他にもあるよ欲しいもの。みんながブラックフライデーで買うものリスト送りつけてください、私にパセリアの根でください。あれは送らないでね、欲しいものリストとか送ってこないでくださいみんなに送らないから送りたい気持ちはやめやめなんですけど、ちょっと無理なので、欲しいものリストは受け付けません。みんなが買ったものとか買う予定のものだけ送ってください欲しいものリスト NG で。え、あれってどういうシステムなんですか、欲しいものリストって。すごいよね、パソコン。あ、私もさ、パソコン、あの iPad でキーボードつけれてさ、パソコンみたいになるやつあるじゃん、あれでいいから欲しいよな。 iPad ちゃんも結構寿命来てるからね。クマよけスプレー、おー、ほうほう、いろんな申し込みしたからいろいろ我慢。いや、そうだよね、そうね、本当にね、申し込みの支払いもありますもんね。え、60% の iPhone 使ってます。え、それもうすごいね。1日持ちますか、 60% で。すんぎょ、 60% で生きていけるんや。パセの生誕公演、ん、生誕祭のチケット欲しい。ワンチケットゲットしてください。パセパセ、エディオンでの生誕祭は3年ぶりでございます。来てね、いっぱいパセリって呼んでほしい、パちゃんっておもろ、そろそろ婚約指輪が欲しいと思っています。相手はいないのでアクリルスタンドにつけようと思ってますそうだね、アクリルスタンドのネックレスにしたらいいよ今度私さ、アクリルスタンドこういうポーズとか出そうかな、ここに指輪かけれるよ指輪スタンドにできますよみたいな、いい感じのここの空間開けてこうやって出してもらおうか。どう、アクセサリー収納にぴったりどうかな。それかメンバーの手をかたどった手のオブジェみたいに出してもらうそれにみんなは腕時計とか指輪とかをやって置くの、どう、どうかな、どうかしら。やだ、いらない、嘘、いらない、もらってよ、ゲットしてよ。キーホルダーかける指にめっちゃいかついじゃん、いいじゃん。なんかやっとさ
いつもの配信のペースを思い出してきた。早くギフト読みたい。ギフト読んだら絶対咳込むなと思って、今ギフト読み我慢期間なのね。でもみんな早くお断りしたいし、早くありがとうとか、このなんか11月のギフトとかありがとうとか言いたいのよ。そう、今日さ、愛子の卒業公演でね、おのおのがやりたいポーズでって言われて、私さ、今日さ、生誕祭じゃない、卒業公演のさ集合写真でこれやっちゃったんだよね。おのおの個性が出るポーズで、最悪。途中からこれにしたけど、これやっちゃったんよ。お断りです、しちゃったの。え、思った、バレてた、バレて、え、 DM で映ってた、最悪だ。うん、明日見てみよう。これと迷ったんや、パセリのパ、カタカナのパね、これこういうパと迷ったんですけど、謎いじゃん、こんな急にやりだしたら。だからパセリといえばこれやなと思ってやったんだけど、あの場でやるポーズじゃなかったなと思って、こちらから愛子の愛を伝えるハートで参加しました。ワン、壇上タイムですか、早い、ありがとう、みんな見てくれて。私はこれから夜ご飯タイムをしたいと思います。お腹空いたんですよ、腹ペコなんですよ。そう、今日夜ご飯のお弁当が16時とかだったの。だからね、食べてないも同然じゃん。朝、あ、待って、先に壇上読もう、喋る前に壇上行きます。13位、パパパンダさん。12位、カンドリさん。11位、ジンライさん。10位、ナオッキーさん。9位、ジロくん。8位、しんいちさん。7位、シェンさん。6位、ゼータン。5位、トニーさん。4位、ガトーショコラさん。3位、メロンのあそこさん。2位、ニシアン。1位、ジーツーさん、ありがとうございます。みんなありがとうございました。今日は朝からご飯と納豆を食べました。ご飯、納豆、バナナ。昼は弁当、油淋鶏。夜は16時に黒酢酢豚みたいなお弁当食べました。だからめっちゃ食べてんのにお腹すいちゃった。こんな時間に食べてしまって罪悪感。まあでも2公演したし OK、 多分 OK。 またね、また明日ね、いっぱい食べるね、もりもり食べます。また明日、今日もありがとう。明日も好きでいてください。明日も明後日も好きでいて、よろしく。おやすみ、またね。